皆さんこんにちは。今回は2024年ドラフト会議にて清原和博氏の息子さんの清原翔吾選手が指名漏れしていた件についてご紹介していきたいと思います。24日に都内で行われたプロ野球ドラフト会議で慶大の清原翔吾内野手は指名漏れとなりました。 NPB 通算525本塁打を誇る清原和博氏の長男、話題性10分の上、計り知れない可能性を秘めた清原ジュニアの名が呼ばれなかったのはなぜなのでしょうか。現役時代に中日、巨人、西武で強打の捕手として活躍し、慶大の外部コーチとして清原を4年間指導してきた中尾隆義氏が語りました。中学時代はバレーボール部、高校時代はアメリカンフットボール部に所属した清原選手、小学生時代に軟式でプレーして以来、6年間のブランクを経て慶大進学後に初めて本格的に硬式野球に取り組んだそうで、それでいて今年の東京六大学春季リーグからは4番に定着し、打撃面の成長ぶりは著しいです。それでも指名されなかった要因について、まず中尾氏は、まずファーストしか守れないこと、足は結構速く外野守備に挑戦したこともありましたが、後ろへの打球への対応がうまくなかったですからと指摘しました。言うまでもなく、プロでファーストは打線の主軸を担う選手が守ることが多く、外国人選手が当てられるケースも多いです。よほどの強打者でなければレギュラーの座を獲得できないポジションであります。さらに打撃面に対しても、ホームランを打てるパワーはありますが、現時点ではキレのある内角の速球への対応、ストライクからボールになる変化球の見極めに課題があると言われています。中尾氏には現役引退後、2008年から16年まで9年間阪神のスカウトを務めた経験もあります。清原には技術的にまだまだ伸びる可能性があると思いますが、スカウトの目から見た場合、アマチュアで実績を残した他の選手に比べるとその可能性が高いとは評価されなかったのだと思います。話題性は十分ですが、だからこそ各球団は清原をピエロにはしたくないと考えたと思いますと、3つ目の要因を推察しました。社会人野球に進めば最短2年後に指名対象、独立リーグなら来年指名の可能性もあります。ドラフトで指名されなかった清原選手がどんな進路を選択するのかは現時点で不明で、中尾氏は特に打撃には技術的にまだまだ伸びしろがあると思います。もし本人にやる気があるなら、来年以降独立リーグや社会人のクラブチームなどで可能性を探るのも一つの道でしょうと指摘します。本人が夢を捨てきれないならやるべきだとも思います。若い時にしかできないことですからと背中を押し、企業チームを含め社会人野球に進んだ場合、次にドラフトの対象になるのは最短で2年後、独立リーグに所属する場合は来年の指名も可能になる。中尾氏は、清原は現時点で身長は高いけれど、もっと体幹を鍛え、スイングスピードを上げる余地がありますと評価ポイントを挙げました。9月11日にプロ志望届を提出した際、指名漏れの場合について、そこまでは本当にまだ考えてないですと語っていましたが、今ドラフトで父と同じ道に進むことはできず、堀井哲也監督は本日のドラフトで指名が叶いませんでした、そういう状況と皆様へのお礼を挨拶させていただきましたと語り、まだシーズン中でまずはリーグ戦に集中したい、その先のことはまだ決まっていないと申しておりましたと続けました。それでも周囲は西武、巨人などで歴代5位の525本塁打を放った清原和博氏の長男で、中学高校と野球から離れた6年間のブランクがあることで、まだまだ伸びしろがあると予想される素材に興味を持ちました。今季から NPB ウエスタンリーグに参入した工夫早手が獲得に乗り出す方針だそうです。球団関係者は、6年間のブランクがありながらあれだけの力がある、花がありプロを目指したいという強い気持ちも感じる、うちなら1年でドラフト対象になるし、来てくれるのでしたらぜひ欲しい、試合数が多いのでうちならより経験が積めると、中学はバレーボール、慶応高ではアメリカンフットボール部所属のハンデを埋める格好の機会と訴えます。さらに BC リーグのある球団も獲得を検討、同リーグの強みは目先の勝利よりプロ入りへの出場機会を提供できる点です。今春リーグ戦では4番一塁でベストナインを獲得、今週のリーグ戦では2本塁打も放ち、
指名漏れのショックは計り知れないですが、野球を続ける道は用意される見込み。11月9日からの早慶戦終了後にも下される決断に注目が集まります。また慶応校の前監督で慶大のコーチも務めた四国香川の上田誠球団代表は、親交の深い慶大堀井哲也監督へすでにオファーを出していることを明かしました。プロ野球選手になりたい思いが強いと聞いている。試合の経験をたくさん積んで腕を磨いた上で来年のドラフトに備えるのもいいと思う。独立の光にもなる。うちに来ないかという話はさせていただいています。待っていますという状況ですと語りました。この日横浜市内の同行記者会見場にはテレビカメラ9台35社約60人の報道陣が詰めかけました。別室で待機した清原選手は当初から指名を受けた場合のみ会見を行う予定で、最後まで姿を現すことはありませんでした。他にも獲得を検討している球団があるとみられ、今後の決断に注目が集まります。この件に対して SNS では6年間のブランクと経験者が少し離れたかのような表現をされていますが、少年野球から硬式野球、ましてや六大学野球の慶応野球部、全く別物。清原君は相当努力されたと思います。そして相当の覚悟を決めて取り組まれたんだと思います。清原君が1年の時から4年まで拝見する機会が何度かありましたが、めきめきと力を発揮して活躍しているのが素人の私が見てもわかるようでした。毎回バックネット裏にはお父様が応援に駆けつけており、あんなに大きな体を小さく縮こめて祈るように毎回応援している姿は清原和博ではなくてお父さんでした。清原くんのお宅は普通の家族とはやっぱり少し違ったせいもあって大変なこともあったと思いますが、とても誠実で優しい心を持った青年だとテレビや報道を通して知ることができました。こういう人はどんな社会に出ても人から大切にされると思います。どんな進路に進むかわからないけれども、素敵な人生を歩んでほしいです。高校時代アメフトで全国 MVP を2回、普通はアメフトを続けると思う。日本ではアメリカのような人気は野球に劣るかもしれないけれど、慶応義塾大学だって六大学野球のオス、名前だけで彼を4番に起用したわけではない。清原くんにスラッガーとして不足してるものがあるのもわかるし、名前や気概で選ばれる世界でないのもわかるが、育成で巨人か西武が指名してくれないかと祈る気持ちがあった。毎年思うのだけれど、ドラフト会議指名確実と叫ばれて会見場が用意され、本人や関係者が座っているのに呼ばれない選手も幾多にいる。各選手の背景とかドラマにしたい子もいるだろうが、あれは辛いだろうなと思ってしまう。ノーベル賞候補の時にも感じたが、受賞なし指名なしの会見場はいるのだろうか。よほどのスター選手でもない限り指名後に囲み取材でいいような気がする。今回は2024年ドラフト会議にて清原和博氏の息子さんの清原翔吾選手が指名漏れしていた件についてご紹介してきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。